こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は子は不行を浮くです。子が父の仕事を受け継ぐこと、弟子が死の後継者となること、またそれにふさわしいこと。前後録においては弟子が修練によって死に匹敵するほどの力を身につけているのを唱える場合に用いられることが多いが、死と同じくらい凡庸な修行者だというふうに悪い評価を下す場合にもこの表現が使われています。それで今から子は不行を浮くを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。